て。ちょっと待ってくれってことで、はい、はい、あるし多分ここに来たのかなっていうふうにあるんだけど、それがもうちょっとかん、ね、分からなくなってるから、この時の経つのがいかに早いかなと思います。今私が52なので51の時に亡くなってるんですね。だからやっぱり父を超え、自分が父の年を超えたっていうことですごく感慨深い、多分事故に遭ってなかったら今でも生きてるんじゃないかなって思うと、まあ、ちょっと寂しいなって思うところもあります、はい、LCC 確かに安いですよね。すごく安いですよね。で、世の中の流れとしてはそれは仕方のないことかもしれないけれども、やはり安全面だけはそこだけはちゃんとお金をかけていただいて、そうしないとまた飛行機事故になると何百人もの方がいっぺんに亡くなってしまいますよね。この悲しいことの繰り返しにはならないように気をつけていただきたいっていうのはあります。あ、そうなんですか。はい、はい、この子は出て11分、もう一回ちゃんとちゃんと